はい。2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて世界一になり、1億円近く投資をしておりました大先生、ハンマイオー先生です、バイナリーオプションの神様にあたります。今回ね、私が投資してるその分析ですね、データですね、投資しながら分析してるんですけれども、このような分析データから投資してるということをね、ちょっとお見せしたいと思います。今2台のパソコンでですね、動作させてまして、バイナリーオプションですね。でこちらの方がシグナル待ちでですね、こちらの方に2つね、このシグナル分析が出てやつで、シグナルを、待っております。他全部で17通貨なんですけども、他は出てませんね、見つかってません。稼ぎやすいシグナルが見つかってないんですね。2つの通貨だけとなってます。こちらだけですね。ね。で、こちらシグナル待ちなんですけども、こちらがね、ちょっと特殊なんです。こちらがね、分析データをね、この用意分析データ、GBP USD 71%%の勝率であるというのね、出てますね。で20回投資されてまして、平均ピップスが9ピップスであるという成績なんです、これね。でずっと見て GBPUSD ばっかりなんですけども、まあ順位がこの通り一目瞭然でね、分かるわけですね。で GBPJPY は1個だけ出てきまして、勝率 65%、投資数が 25N、25個ですねっていう意味ですね。で、平均ピップスが、利益のピップスが 17.17 ピップスと出てるわけです。で、このようにね、この17通貨のうち、理想のシグナルを人工知能で、見つけております。でですね、こちらの方はそのシグナル待ちにしてまして、こちらのデータをもとにですね、一番いい順位ですね、今 71% ですね、 GBPUSD がね。で M1 というのは1分足で分析して、13というのは、13分後判定というね、シグナル出てから13分後判定という意味ですね。で通貨国であると、あとは勝率と投資数と平均利益ピップスですね、シグナル出て勝つまでの間の幅、どの程度余裕があるか平均で表示してます。でこのように分析しながらですね、こちらの方シグナル待ちということでね、投資してるわけですね。で今、GBPJPI と GBPUSD が出てますので、GBPJPI は左上、ね、左の一番上ですね。これは勝率 65.3% であると。ね、で、次下、その下が GBP、白文字になってるやつですね。GBPUSD は 70.3% の勝率だと出てるわけですね。実質は 96.3% なんですね。上は 91.7% なんです。で、現在そういう勝率で、シグナルが送られ、見つけ、こういうシグナルの勝率でね、見つけてるんですけども、まあ、上のね、GBPJP は 91.7% でも、今後は 65.3% というように非常に低いわけですよ。勝率ね。実際と本当と全然違うということをよく知っていただきたいんで、かなり成績がいいのが、大事ですね。と、利益が平均ピップスね、左上は 16.6 ピップス出てますね。これも多いほど有利になるわけですね。で、こちらの方はね、
モード0の1となってるんですけども、モード0の1の1というのはね、3行目ですね。GBBJPA の3行目。また、GBPUSD の3行目ね。モード0の1となってますね。1というのは何ピンありのやつですね。0にすると何ピンなしで1個しかシグナルを送りません。そのサイクルでね。1というのはもう連続的に出ることがございます。というように何ピンを入れてるということですね。ですから、シグナルが出てから、何回もシグナルが出ますから、この場合はね。チキンがちょっと多くなります。1回に最大10個ぐらいまで打つことがございますからね。まあ、これは数は決めてませんけども、30個ぐらい出てくることもございます。ですからね、大事なとこのポイントにね、打たないといけないわけですね。で、こちらのシグナルですけれども、どうでしょうか。今、ピンアウトで音出たのは、これは分析データが出たということですね。今出たのは、41分。これですね、これ。これが出たわけです。ね。けど、勝率的にはあんまりそんな高いわけじゃないから、61、711の方が多いですね。ただ、投資数多いですね。51円ですからね。だから、安定性はあるんですね。投資数が多いんでね。だから、どれで投資するかですけれどもね。まあ、やっぱりパーセンテージでね、見る方がいいでしょう。で、この場合はね、実際に稼げるパーセントなんで、この分析のパーセンテージじゃないんですね、今までの。ということね、今後の稼げる率、こんな感じだろうというふうに出てるものなんで、ちょっと違うんですね。分析は正確に出てるんですね。いろんな問題が含まれております。